皆様、本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。ではまずはじめに高等女学校の学生諸君より分昇給を願いまして、機関物の贈呈を行います。兵隊さんのご分をお祈りいたしましょう。引き続きまして学生諸君に送別の歌を歌っていただきます。桜子に葉っぱあれ人種上辺かこんこれや桜子さんのお父さん、はじめまして。君のことは娘からしょっちゅう聞いておる。ようやく会えたな。はい。若い君が天皇陛下に忠義を尽くし戦場へ赴くことに心より敬意を表する。いえ、恐縮です。お国を守ることは我ら国民としての義務であります。しかも自分はお国を守るのと同時に桜子さんを守る所存です。桜子はな、一人娘だ。今の君にはまだ分からぬかもしれぬが、わしは親として子供のために最善の道を考えなければならぬ。実は内地に君と同じくらい年の青年がおっての、間もなく東京帝国大学法学部から卒業することになっておる。その男は桜子と同じ日本人だ。したがってわしは桜子を内地に戻し見合いさせようと思っている。自分の桜子さんへの気持ちに偽りはありません。自分は植民地で生まれた人間です。それは分かっております。しかしそれは自分では決めることのできない出自の話です。ですから自分は何としても証明してみせます。天皇陛下に忠義を尽くし本当時の内地人と同じくお国を守れるということを。うちに戻るとこができたならどうか自分に機会をいただきたいのです。どうかご無事のご祈願を祈っております。